4年、2009年から10年からごく最近の話なんですよね。5年前ですね。僕ね、自分が立候補して思ったことが1個あったんですよ、安倍総理とか考えが全然違いすぎるんで、ちょっとこう倍増本飛ばしたい、ヤジ飛ばしたい自分もいるんですけど、選挙の時に候補者ってこんな大変なんだと思った時に、いや総理大臣ってよくやるなと思って、もうだって自由に出歩けないじゃないですか。そう、一日で窒息症になってね、もう、しっかりこれ窒息したなと思って、やばいよ、本当、それなんでしょう。だから、なんかね、私利私欲だけじゃ、これはできんぞと思って、大臣でもね、いわゆる SP さん、SP さんがたくさんついてることが、自分の何かね、権力の象徴みたいにして、喜ぶ人たちがいるわけですよ。本当にいるのよ。だけど、やだね、やだね、でも SP さんは頑張ってくれたんですよ。総理になると26人いるんですよ。26人もったいないよね。もったいないよね。いや、もったいないよね。そんなにやらないよね。どんな26人かによりますよね。この部屋ぐらいに対しては困るじゃないですか。そうですね。いや、私何言いたいかというと、まさに窒息するんです。その人たちはいい人たちですよ。で、仕事でやってるから、もういらないよって、いろんなことをもっと自由にやりたいと思っても困るんですよ。この、ぜひ行かないでください。最初は私は自分の家から通いたいと思ってたの。公開まで。はい。そしたらですね、最初、パン屋に行こうと思って、パン屋に10分ぐらいとかあるんですよ。だからパン屋に行きますって言ったら、ちょっと待ってくださいって言われて、今官邸から車を呼んでいますから、車、いや歩いてくよって、いや、歩くなら車に乗ってくれないって言われて、いやいや、歩いて大丈夫だなって、いや、でも歩いてもいいけど、もう後ろから車でついてくるから、車が何台か来るんで、それまで待ってくださいって言われて、40分待たされるみたいな。なんなんだ、そこ行って帰ってきて、20分で帰ってくれるのに。もう40分待ってくださいとか言われて、もうちょっと女房と相談して、これはもうダメだなと、もう覚悟を決めて校庭に入ろうということで入ったら、さらに窒息してしまって、お察しします。いや、そうでしょう、はい、あなた置いてないよ、やっぱりそれはね、金がね、自分でも思ってますよ。官邸に、いや、能力ということではなくて、多分センスとしてね、感性として、感性として、もうでもね、今そういう人が政治に行かないとダメなの。おっしゃる通り、私もね、橋本大二郎君っていうのが同級生で、あれですか、高知水野さんと3人で時々遊んでるんですけど、遊んでるけど真面目に食べてるだけなんですけど、あと1人いたら麻雀できますけど